準備はいいか？油断するなよ。ここは昔トカゲ族の住処だったとか。ま、今となっては関係ないことだがな。オールル、リンゴ剥くから喧嘩して。そんな用途で剣を貸せるか。リンゴをよこせ、僕が剥く。おとなしく待っててくれたみたいだね。じゃあルルアちゃん、作った道具の力を見せてもらおうか。はい、じゃあみんなこれを口に含んで。プニプニくらい倒してしまえばいいのに。あん。まあまあ。かも。さてさて、どうなるかな。頼む、聞いてくれ。私たちの話を聞いてくれ。こちらの言葉が通じている。驚きましたね。まさか人間と会話する日が来ようとは。ああ、こっちも驚きだ。プニプニ意外と頭良かったんだな。まあこれは幸いだなあ。人間さんよ、俺たちの言い分を聞いてくれるか。うん、もちろんだよ。私たちはそのために来たんだから。そうか、感謝する。人間にとっては私たちは悪さをする集団に見えているだろう。だがそれには理由があるのだ。私たちはアールズの市民権が欲しいのだよ。アールズはここ数年で急激な発展を遂げました。しかしその影響で僕たちはもともと住んでいた場所を追われてしまったのです。人間にだって事情があるのは分かってるさ。だが俺たちだってこの地で生きてるんだよ。必死にな。だから俺たちはアールズの市民権が欲しい。生まれ育ったこの地でのんびり暮らしていきたいんだ。
悪さをしてたのは一種の抗議活動だったってわけか。本当に驚いたな。プニプニにそこまでの考えがあっただなんて。当たり前だろ。俺たちだって生きてるんだ。生きるためになら頭だって使うさ。の事情はよくわかった。確かに言ってることももっともだと思う。だからケイナさん、アールズの役人さんに相談してみる。約束するよ。ならば私たちも関所の封鎖を解いて。おうおうおう、何甘っちょろいこと言ってんだ。話し合う必要はねえ。俺様たちの力で屈服させりゃいいだけだろ。何を言うんだブラック。せっかくの和平の道をお前は。うせ。のことを心配してる余裕あんのか。次はお前らの番だぜ。そうはさせない。レッドたちとの約束を果たすために私はあなたを倒してみせる。うん、プニレンジャーさんたちの弔い合戦だね。勝手に殺すな。ま、ここはルルアに賛成だ。悪いプニプニは懲らしめてやらないとな。そうね。それじゃ、行くわよ、みんな。行くぞ。この中
今がチャンス。テイク。遅い。当然の結果だな。決着だな。ま、真っ二つは勘弁しておいてやろう。ルルアちゃん、怪我はない？大丈夫？うん、大丈夫。大丈夫だよ、エヴァ。いつつつ。レッドたちも無事みたい。よかった。ブラック、怪我はないか？お前に何かあったら私たちは。うるせえレッド、お前たち悔しくないのか？人間たちに住む場所を奪われて。ああ、本当にこいつらの言うことが信用できるのか？約束だけして破るつもりかもしれねえだろ。畜生、どうせ俺様たちに居場所はねえんだよ。俺様たちの居場所なんてどこにも。そんなことない。絶対にない。生きてる限り誰にだって必ず居場所はあるんだから。そんなこと、そんなことねえよ。こいつらともかく俺様ははぐれ者で。うん、違う。あなたの居場所がないって言うなら、レッドたちはどうしてあなたのことを心配したの？大きくても小さくても必ず居場所はあるんだよ。だから居場所がないなんて悲しいこと言わないで。私たちのことを信じられないかもしれない。騙されるかもって思っちゃうかもしれない。けど絶対悪いようにはしない。あなたたちから聞いたことみんなに伝えるから。ね、一緒に手を取り合って生きていこう。もプニプニもどっちも同じ生き物なんだからさ、きっとできるはずだよ。わかった、わかったよ。今回だけ、今回だけだぞ人間。ブラック。ありがとう、人間さん。ブラックのことを許してくれて。人間もなかなかどうして粋なやつがいるじゃないか。そりゃあもちろん。だって私の自慢のルルアちゃんだからね。どういうことなんだ。まあいい、
じゃそろそろアールズに戻るか。そうだね、事の顛末をキーナちゃんに伝えなきゃ。はい、それじゃあみんな、いい報告を待っててね。ボロボロのお城だね。いつ頃建てられたんだろう。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだがな。